どうもポピュラです。では本日はですね、こちら仙台銘菓の、伊達小牧というものを紹介します。仙台っつったら何でしょうかね。伊達政宗、あ、そんな人いたっけ日本の歴史に詳しくないんですよ。早速食べていきます。こちらはですね、花椒の三千さんという会社の方が作っておりますね。なんかね、持っただけでね、潰れそうなぐらいものすごい柔らかいんですね。ちょっと開けてみましょうか。そもそもこれがね、何かが全くわからないんですよ。よいしょ、じゃじゃん、はい、出てきました。これって何ですか。わらび餅とかそういう系なんですかね。あ、白くなっちゃいますねこれ。はい、袋でちょっとじゃあ食べてみます。この緑の袋はですね、何味かと言いますと、ごま味です。はい、ごま味の、いただきます。ごまの味はあんましないような気もするけど、香りとして入ってきますね。はい、やっぱね、甘さがものすごい控えめ、完全にね大人向けですね。はい、子供が食べるとね、え、何これってなるかもしれないんですけどね、これはね、お客様だからすっごい喜ばれるね。袋で出して、このまま出すよりも、お皿とかに出す、あの黒いなんか、漆のお皿みたいなの出して渡すとすっごいいいと思う。はい、断面がこんな感じになってます。はい。すごくね、いいと思うよ、これ。うん。大人向けのお菓子です。続いてこちら、紹介していきます。紫は何ですかね。ですね、紫は、小豆の味です。味の違いをちょっとね、楽しんでみましょうか。お、先ほどより色が白くなりましたね。はい、ではいただきます。先ほどのごまとは違って香りは少なめで、こっちの方がね、まあ子供向けって言った方がいいかな。うん、こっちの方がね、あんまりシンプルな味なんで、はい、無駄な香りとかはしないです。はい、食べやすいですね。なんか何か飲みたくなっちゃうね、思わず。そんな味ですね。はい、食べやすさは多分今のところこれが一番。はい、ごま風味のやつはね、大人が食べるとおおってなるやつです。はい、私はね、まあ、いろんな人の視点から見てるんでね、そういう言い方してるんですけど、うん、いいと思います。私は昔は大福とかそういう系はすっごい苦手なんですけどもね、やっぱ大人になってくると味覚っていうのは楽しめるようになるんでね、はい、いいと思います。うん、最後こちらですね。オレンジの、オレンジはですね、梅です。うん、香りはしなかった匂ってみたんですけど、ではちょっとじゃあ開けてみます。どんな感じかな。お、少し赤みがあります。赤み、はい、ちょっとピンク色って感じです。はい、ではいただきます。見てください、断面よく見るとほら、黒いなんかつぶつぶ入ってるんですよ。これが梅ですね。床にいっぱいこんな子落ちちゃった。後で拭くの大変だな。うん、これね、梅の香りすごいよ、すぐわかる。うん、でもね、あのよくお弁当に入ってる梅とは違って酸っぱさがない、いい香りだけが残ってる、いいと思います。本当にシソっぽい香りもしますね。香りをしっかり残してるのはすごくいいと思う。うん、食べやすいですね。梅が好きになりそうな味です。はい、というわけで本日はですね、銘菓の三千さんの伊達小牧の方を紹介しました。とても大人の味ですね。はい、というわけで本日このところで終わります。はい、ありがとうございました。